まして、ダンスパフォーマンス部門の発表になります。こちらのダンスパフォーマンス部門もですね、ベスト4のノミネートがありますが、その前に2つほど賞がございます。はい、まずはパフォーマンス賞の商品を、はい、お願いします。オリジナル台本バッグ、そしてデンスケ5000円分のお食事券、そしてインディケットコンビネーションアルバム5枚セットとなっております。はい、デンスケっていうのはテールスープですね。はい、あ、テールスープ、はい、分かりました。はい、それではパフォーマンス賞の発表です。はい、ジキル、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、インディケット広島2012ダンスパフォーマンス部門パフォーマンス賞、大道芸人ジキルとの記念はインディケット広島2012において厳正なる審査の結果、当初の成績を収められましたことをここに称します。平成24年10月7日、インディケット広島実行委員会、アート広島制作委員会代表、若狭俊康、おめでとうございます。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 賞参りますよ、どうぞ。おめでとうございます。はい、ジキルでした。皆さんもう一度拍手お願いします。はい、続きましては、はい、ダンスパフォーマンス部門のオーディエンス賞、まずは商品からお願いします。はい、オリジナル台本バッグ、そして丸高景品5000円相当ですね。そしてインディケットコンビネーションルームの5万円セットになっております。はい、それでは参ります。オーディエンス賞の発表です。はい、インディケット広島2012ダンスパフォーマンス部門オーディエンス賞メイクパレットとの以下同言、おめでとうございます。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 副賞もありますからね。副賞ももらってください。副賞、はい、はい、おめでとうございます。はい、もう正直ね、文句なしの賞じゃないかと思います、ね、おめでとうございます。はい、ありがとうございました。皆さん、もう一度メンバーで拍手お願いします。はい、本日ね、本当にステージをね、渡してくれたんでね、大勢の結果だと思います。お願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、さあ、それじゃあですね、続きましてはダンスパフォーマンス部門のベスト4のノミネート、こちらのベスト4からグランプリが発表されるわけですが、ね、そのグランプリの商品をお願いします。はい、ダンスパフォーマンス部門グランプリ特典発表します。まずは先ほどと同じく11月18日イベントアーエベスさんスペシャルグランプリ記念ライブの出演。はい、そしてオリエンタルホテルペア宿泊券、誕生星ウエンツさん年間購読、そして豪華お食事券となっております。はい、そのグランプリが生まれるベスト4を発表いたします。はい、まず一組目はジキル。ジキル、おめでとうございます。おめでとうございます。そして二組目はメイパレー。メイパレー、グランプリ欲しいって言ってましたもんね。はい、はい、はい、そして3組目です。ベル敦子さん。お、敦子さん、ベル敦子さんいらっしゃいますか。ベル敦子さんいらっしゃいますか。ベル敦子さんいらっしゃいました。さすがにあの衣装ではありませんが、ありがとうございます。3組目です。はい、選ばれました。はい、そしてベスト4のミネートの最後4番目です。今日会場に来てるかな。成功女子。成功女子来てますか。今日は見てないですよね。今日は来てない。後で連絡しておきましょう。はい、成功女子で4組なんですね。はい、僕は今日は成功女子の成功男子です。はい、どうです
ですね、この4組ですね、成功女子を含めたこの4組、この後はですね、皆さんのファン投票となっておりますのでね、ぜひグランプリのための1票ですね、皆さんよろしくお願いします。はい、お願いして終わりたいと思います。じゃあ、この顔ブランドの方から選ばれますからね、はい、ぜひ投票をよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、続きましてではアート部門に移っていきたいと思います。